今から冬休みの宿題を配ります。後ろに回せ。はぁ、皆さんがだらけてしまわないように少し多めに出しておきました。ねえ、多すぎじゃない？あいつやばすぎ。おい、そこなんか言ったか？いえ、別に。いいか、くれぐれもクリスマスだの正月だので言って遊びすぎないように。先生、冬休みっていうのは冬に休むから冬休みって言うんじゃないですか？こんなに宿題出されたら冬休みのなんでもないですよ。よく言った大地。かっこいいぞ、大地。バカか、お前は。これでも所詮毎日2、3時間やれば終わるようだ。1日24時間のうちの3時間勉強したって約 90% 休み。Do you understand?たばこのリズム、うっそー。え、いや、わかりません。そして毎回負けるポンコツ第一。だっさー。お前らはこのレベルの会話も理解できない。だから宿題出しちゃってんだ。すべて必ず終わらせてくるように。いいじゃん。あー、俺の冬休みかー。やだなあんな、ママと買い物行かない？え、行きたい。行こう行こう。でも宿題終わんないんだもん。いいじゃん、また夜できるじゃん。夜はネットフリのドラマ見たいから今頑張ってんの。じゃあ明日やればいいんじゃない？今年量多すぎて毎日やんないと終わんないんだもん。どうなの？せっかく飲み会前にあんなと買い物して気分上げようって思ったのに。ママ今日飲み会なの？そう、女子会。ママばっかずるい、うちも遊びたい。じゃあママは買い物行ってそのまま女子会行ってきまーす。はぁ、もうほんとやりたくない。こちら、シチュー屋さん赤エビのカルパッチョです。やばい、みんなトロトロ、インサーゲちゃおう。はぁ、もう全然終わんないよ。ママ、めっちゃ美味しそうなもん食べてんじゃん。ん？え、マジ？そうそう、化粧水の前に導入器入れないけど全然違うから、マジで。え？これ映ってるの田中先生？グラララララララ。わーお、ここの生ハム美味しいだろ。はい、とても美味しいです。田中先生で確定。一緒にいるのは多分保健室の南先生。田中先生と南先生一緒にいるの？ウケる。何話してるか聞いといて。何ですか？食べて食べて。何ですか？生ハム食べてる南先生をつまみにワインを味わってるんだよ。うわ、田中先生キモ。南先生嫌がってんじゃん。もっと生ハムハムハムしてよ。もう生ハムは。じゃあ次これ食べて。おまるエビ。はい。これ完全にアウトなやつだね。ただいま。おかえり。ねえ、田中先生やばいよ。え、なになに？見てこれ。もっと生ハムハムハムしてよ。じゃあ次これ食べて。おまるエビ。うわ、きっしょ。でしょ、やばくない？ねえ、これエアドロして。いいよ。これは使えるぞ。あけおめ。あけおめ。あけおめ。冬休みどうだった？超楽しかった。でもやっぱ宿題の量エグかったね。うち全然やってない。え、マジやばいじゃん、どうすんの？それが大丈夫なんだな。え、はい、皆さん明けましておめでとうございます。皆さん長期休み明けは気が緩んでしまうと思いますが、しっかり切り替えていきましょう。それじゃあまずは宿題を前に提出してください。うち出してくるけど大丈夫？うん、出してきな。あんな絶対怒られるよ。いいからいいから。お願いします。はい、みんなちゃんと出したか？あ、どうした、まだ浮かれてんのか？先生、宿題やり忘れました。はぁ、お前どういうつもりだ？もっと生ハムハムハムしてよ。じゃあ次これ食べて。おまるエビ。お前なんでこんなもの。これってパワハラですよね。それともセクハラ？ちょっと早くしまいなさい。ねえ、みんな見て、田中先生が南先生にセクハラ。おい、ちょっと待て。ん？アンナと田中先生何してんだ？一回落ち着け、廊下で話そう。はーい。なんか怪しいな。どうしてお前がこんな動画を持ってるんだ？そんなのどうでもいいでしょ。うちは先生がパワハラしてようがセクハラしてようが別にいいの。宿題やったことにしてくれる先生。諦めも肝心だぞ。付き合ってるんだよ、南先生と。え？生徒に話すことじゃないが、俺と南先生は付き合ってるんだよ。何新年早々騒いでるんですか？南先生？ごめん、生徒にプライベート見られたみたいでバラしちゃった。え？もう二人だけの秘密って言ったのに。マジなの？チーだよ。でもほら、南先生嫌がってるじゃん。これはそのそういう趣味なんで。私、男の人に食べてるとか見られるの好きなの。お前あまりそういうこと生徒の前に言うな。え、じゃあうちの宿題は？やったことになんかするわけないだろ。嘘。おまけに俺を恐喝したな。いや、そういうつもりじゃ。追加で宿題を出す。今週中に提出するように。そんな。
こんなことなら普通にやっとけばよかった。だな。てかなんであんたもやってないの。冬休み、冬に休むから冬休み。だから思いっきり休んだんだ。なんかあんたがかっこよく見えてきたよ。そうか、俺かっこいいか。ビジー、イケメンってこと。マジ？かっこいいってこと。ありがとうってことじゃん。そう、化粧水前に通り駅だけど全然違うから、本当に。くれぐれもクリスマスだの、クリスマスだのと言って。1日24時間のうちの3時間勉強したって約 90% 休み。Do you understand? グララ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 。おい。怒ったかんな？怒ったかんな？許さないかんな？許さないかんな？仕事かんな！おまけに俺を恐喝したな。おまけに俺が。君とサウナ、涙なんて汗と共に流して。君とサウナ、気持ちと体しっかり整えて。